どうもショータイムゴルフです。おはようございます。おはようございます。160のパー5、6番です。おーしょー、めっちゃかぶる。どいて。飛んでる飛んでる。おお、テルキの50ヤードぐらい先に。フューズも触れてるからフューズもあんま距離変わんないんじゃないの。いやちょっと今日触れてない筋肉痛ね。あんま言い訳にしたぐらいけど筋肉痛やばいんですよね本当に。お前やってないだろ結局あの日。やってないよ。ああ、夕方できたやろ。できないけど、もう酔っ払って帰ってきた。プルプルと。どうなります？仕事で、仕事の会食で。昨日、おとといか。おととい、会社でトレーニングですよ。もうね、今、階段降りれないぐらい。足が痛い。俺がいない回は、テレフォンがガッツリできるじゃないですか。ね。東郷がいないと。田中さん、トレーナーさんのド S 度合いが。あ、そうなの。終わり増しぐらいの。サブちゃんの。俺うるさいからね。勝負はもうすぐ。いや無理っす。できないっす。もう終わりでいいっすよね。っていうか。この3つ。この3つセット。だめだ、もう終わりで。すぐ膝痛い。膝痛いんだ、本当に。すぐ膝痛い。本当に膝痛いんだ、しょうがねえ。ケビオあんま変わってなかった。今日ちょっとやっぱ触れてない。スタートホールが一番飛んでた。うん、あれ飛んでたね。あれなんかチーピンスレスレボール160スペンイーグル狙いで。そうですね。もはやアルバトロス。見せましょう。もはやアルバトロスです。ちょっと擦ったね。ボタンあるよ。ぼちゃってはないでしょ。ない。2ユ242ユ。ちょっと上げてますね。左。もうナイスじゃん。うん。ちょっと喜んでみた。コンセプトができてないんだよ。やってるんじゃないけど。贅沢ね、この人は。贅沢すぎだね。贅沢だ。いいじゃん。近くまで行ったんだから。ありがとうございます。バーディーがイーグルなんでしょ。そうですね。今のパターだと。あ、すいません、香川選手、あのゴール決めた心境は。いやもうちょんちょんです、ちょんちょん。目つぶっても入ったね。うん、あれはね、開始15秒で決めるところはさすがですね。そうだったんだ。見てね。始まってた。ホイッスルまだ鳴ってないと思ってた。あのフリーキックはやっぱゴールキーパーの動きやっぱ読めてました。もうそれはもう見てねだから目見りゃ分かる。目見りゃ分かる。どっち動くかなって もう分かりますよ、ね。ああなるほど。
サッカーはね、ちなみに某竹内プロよりも翔さんも上手い。そりゃそれも前やったからね。基本体当たり、フィジカルで、フィジカルで押してくる。障害に対しては特に強めでいくから。でも俺怪我しちゃうフィジカル弱いのにさ、ガンガン当たってきてくるからさ、マジ死ぬかと思うよ。40ヤードぐらいの池には入ってませんでした。うん、ナイス。東京の3打目、グリーン横から簡単なアプローチです。ここはもうバーディー取りたいですけど、ちょっと下手でした。やべえ、難しい。スタジオライン残っちゃったじゃん。またパター下手なのに。うん、スライスライン結構曲がります。バーディーパット、やっぱりしょうがない、しょうがない。俺のパターじゃ無理だ。さあ、竹内プロ距離感ですよ、大事なのは。ビッグチャンスです。ここで決めなきゃいつ決めるんだっていう感じの簡単なラインのバーディーパット。 1.5 メートルぐらい。読みすぎ。直のパーパット80センチぐらい。危ない、危な。ここは同点、差は変わらず。入らないね。いやでもカップが動いてるだけだ。大丈夫。朝時間入ってる。打った瞬間は入ってる。最初竹内ゴルフかと思ったらさ、朝時ゴルフだったのね、あれ。いや違いますよ、あれ僕なんですよ。そうなの。適当なこと言っただけ。そうなの、うん、僕が言って、うん、朝時くんキャディしてる時に僕が言ってたから、うん、朝時くんも多分言うんだ。あ、そういうこと。大前じゃないですか。何がカップ動いた。あ、テル君じゃない、さっき。お前じゃない。適当なこと言った。さあ、皆さん聞きました。そう、覚えてるわけにいいじゃん、そんなの。ほら、うん、ごまかすんです、こうやって。すぐごまかす。そんな覚えてるわけない。その場その場で、もう調子いいこと言うから。うん。そんな覚えてるわけねえじゃん。いちいち。逆切れかも。こういうやつなんですよ。いちいちそんな覚えてるわけねえだろ、マジ。聞きました。それもさ、なんかさ、自分のことだけだったらいいけど、人のことを巻き込んで結構傷つけるからね。うん。で、傷つけて、ま、しょうがないじゃん。そのくせ自分が傷つけられたときは山手線乗っちゃうからね。うん、あったかいですね。何ヤード？ここ393ヤードパー4。7番。大丈夫これ。落ちた？右の下に落ちました。これも落ちたんじゃない？ここら辺ですね。130ヤードピッチングで。いいところじゃないこれ。ああ、ちょっと落ちちゃった。直接ピン狙うとグリーン奥まで行っちゃうんだよねこれ。左のスタワーじゃ無理かな。うん、60ヤード52度。
お、どうだ、でけえかな、そう、大きいな、ちょっとでかかった、うん、珍しく綺麗に入ったよ珍しいね、珍しいそれは珍しい、うん、すげえ綺麗に入ったよって思う、めっちゃいい球だったもん、ただちょっと強かった、スピンするような球だったけどな、取り方的な感じからすると、もうコーナー行ったの、予選会行きましたよ、予選会どうだった？2オーバーで15位取った、取りません、5人前しか取らないんで、アンダーパーじゃないと、いや、パープレーまで取ったの、あ、そうなんだ、2だ、あと、左にボギー途中打ったんですよ、なんかうまいね、大風だったからね、すごい風吹いてたから、ああ竹内照樹バーディーパット、段越えの 20m ぐらい、段越えてからめちゃくちゃ下り、うわ打っちゃったな、出ちゃうねこれドクンの3打目、ナイス、強弱だったらこれ外さねえけどな、4打目5打目、ちょっとピンチ、チェルキのダボパット、2メートルぐらい、うわめっちゃ切れた、まだ竹内竹内プロの出番は続きます、トリプルボギー、ナイスパー、はい、皆さん、こんな僕らでも応援したいなと思った人はグッドボタンを、こいつらカスだなと思った人はチャンネル登録をよろしくお願いします、今後ともショータイムゴルフをよろしくお願いいたします、はい、お願いします。